ター日本代表シリア戦の採点がこちら。冨安遠藤いるとき安心感すごい。冨安堂安ラインがとても良き。冨安ディフェンスどこでも何でもできるからな。冨安板倉町田は豪華だ。サイズ負けしないし。町田の守備はだいぶ怪しい。遠藤渡るいるだけで攻守両方安定する。遠藤いると相手の起点ほぼ全部潰せるのでかい。遠藤森田は絶対外せないと分かった2試合であった。今日の青なら鎌田と遠藤のコンビでみたいな。大迫、大して出番ないけど要所要所で見せる色々な不足。J リーグ見てなさすぎて今のところ大迫の良さがわからない。心配メンツは南野と大迫、町田、田中かな。大迫キーパーだと危なっかしくてビルドアップやってられないな。やっぱ森保の采配はようわからんな。せっかく5バックでうまくいってたのに自ら4バックにしていつものグダグダになる始め森保。今日の森保は修正早くていつもと比べると良かった。この調子でずっと頼むよ。不安要素は監督とゴールキーパー。